ロビン・ベンチュラ、ロビン・マーク・ベンチュラ、ロビン・マーク・ベンター、1967年7月14日帯は、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンタバーバラ軍、サンタマリア出身の元プロ野球選手、サン・ルイシュ、監督、右投げ左だ。オクラホマ州立大学時代のに、アマチュア野球の最優秀選手に贈られる、ゴールデンスパイク賞を受賞している。また、ソウルオリンピックで、 公開競技として行われた野球競技にアメリカ合衆国代表とて出場し、金メダルを獲得している。また、この年は、第17回日米大学野球選手権、第30回アイブフワールドカップでも代表に選出されている。1988年の MLB ドラフト一巡目、全体10位でシカゴホワイトソックスから指名され、プロ入り。 前半は主に参加の AA 級バーミングハムバロンズで、過ごし、サザンリーグのオールスターにも選出される。9月12日のボルチモアオリオールズ戦で、メジャーデビューを果たす。2はレギュラーに定着し、同年のアメリカンリーグ新人最多の150試合に出場。しかし、その年は打つ面では、途中に41打数連続無安打もあり、守りでも25失策を起死し,し、 低調な成績に終わった。2打率、284、23本類が100打点を記録し、開花した。守備面も向上し、初のゴールドグラブ賞を受賞。以後、までの3年連続を含め通算6回受賞した。2は7月に月間 MVP を受賞し、打率、282、16本類打、93打点。 25歳の誕生日に行われたこの年のオールスターに初出場を果たし、二塁打と単打を放った。は、最初の10試合で10失策を記録し、一時1分類も守ることになり守備面ではスランプに陥ったが、打撃面ではこの時点での自己最高の打率、295を記録。同年9月4日には、大リーグ史上8人目の1試合に満塁本塁打を記録。 2は、自己最多の34本類打をマークし、3類種として4度目のゴールドグラブ賞を受賞した。は、故障のため54試合の出場に終わった。は、5度目のゴールドグラブ賞を受賞したが打率。263と定調で、この年限りでホワイトソックスから移籍することとなる。2、FA でニューヨークメッツに移籍した。ナショナルリーグ初年度のその年は、 自己唯一の打率3割、301、32本類が、120打点、自己最多、さらに通算6度目のゴールドグラブ賞受賞と講守に、たる活躍で、チームのワイルドカードでのプレイオフ進出に貢献。ディビジョンシリーズを勝ち上がって、アトランタブレーブスとのリーグチャンピオンシップシリーズに、進出。1勝3敗と追い込まれた第5戦、10月17日、シェイスタジアムは、 二対二のまま延長戦に入る。15回表にブレーブスが1点を勝ち越すが、その裏、雨の中の攻撃でメッツは同点に追いつき、さらに満塁のチャンスでベンチュラが見事にさよなら満塁本塁だ。と思われたが、なだれ込んできたチームメイトの祝福を受けて、一塁を回ったところで進塁をやめたため、フェンスオーバーのシングルヒットという記録となった。この試合は、 今でもグランドスラムシングルとして知られている。ただしチームは続く第6戦に敗れワールドシリーズ進出はならなかった。は、打率232に終わったが24本類が83打点で再びワイルドカードでプレーオフ進出。今度はセントルイスカージナルスを下してチーム14年ぶり自身初のワールドシリーズ出場を果たす。 ニューヨークヤンキースとの地下鉄シリーズでは第3戦でホームランを打って勝利に貢献するがそれが唯一の勝利となった。は、ブレイブスとの開幕戦で通算15本目の満塁本塁打を含むに本塁打を打つがこの年も2割3部台の不振に終わる。2001年オフにデビッド・ジャスティスとのトレードでヤンキースへ移籍した。 16本目の満塁本塁打を含む27本塁打93打点を記録するも打率は247に終わった。7月31日、ウェーバー工事経由以外のトレード期限にスコット・プロクター、バッパ・クロスビーとのトレードでロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。2は8月29日と9月7日に満塁本塁打を打ち通算18本。この時点で メジャー史上3位とするが、この年限りで現役引退した。10月10日のディビジョンシリーズが最終戦となった。シーズンより5年契約でホワイトソックスの監督に就任。背番号は現役時代と同じ23番。10月2日、レギュラーシーズン最終戦後、5年契約が満了となり、自ら退任を申し出た。250本塁打を打ち、 なおかつ、ゴールドグラブ賞を受賞したサンルイシは、メジャー史上5人しかいない。また、サンルイシとしての通算1887試合出場は、メジャー史上第14位、2006年終了時点、90打点以上8シーズン記録。サンルイシとしては、マイク・シュミットの11回、エディマ・シューズの10回に次いで3位体である。通算の長打率、444は、 三塁子として通算1500試合以上に出場した選手の中で歴代10位。また、ドジャース時代の2003年に投手として1試合に登板している。1イニングを投げて、被安打1、失点、自責点0で、防御率は0.00、よし死球、脱三振も0であった。キャリア初期は三振よりも死球の方が多かったが、長打力が増すにつれて、 1994年以後は三振の方が多くなり、1999年に通算でも支給よりも三振の方が多くなった。1993年8月4日の対テキサスレンジャーズ戦でベンチュラはレンジャーズ先発ノーラン・ライアンから支給を受けた。これに激行したベンチュラはライアンの元へ駆け寄るが、逆にライアンにヘッドロックをかけられ、 頭に六発ものオーダーを一方的に浴びた。しかも退場処分を下されたのはライアンではなく殴られたベンチュラだった。当時26歳のベンチュラと同46歳で9回の大投手であったライアンの大乱闘はファンの喝采を浴び、ベンチュラは同年オフのテレビ番組などに出演した。サンドイシとしてのシーズン90打点以上の回数。 三類種としての通算超打率。三類種として1500打数以上。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。